本日は国際科学オリンピック日本開催シンポジウムにたくさんの方々にご来場いただき誠にありがとうございますまずお話しいただきますのは第31回国際生物学オリンピック2020長崎大会組織委員会委員長の浅島誠先生ですえただいまご紹介いただきました朝嶋です。 私たちは来年ですね。第三十一回国際生物学オリンピック二ゼロ二ゼロ長崎大会っていうのを開きます。あの、長崎大会のコンセプトでありますけれども。もちろん、その公平公正な試験試験、あの。試験の運営、これやることは一番重要でありますけれども。他にですね、長崎やるときには平和教育ということと。それから、その、運勢ひげ、普賢岳の自然の。ことですね。 あるいは長崎っていうのはですね。40%が離島なんですね。で、自然の在り方というようなこともそこで研究をします。日本文化とか茶道ですね。で、国際交流も非常に活発に行っていくということであります。まあ、世界のですね。生物好きが日本長崎に集います。生物の持つ、素晴らしい能力を伸ばす力です。で、この大会期間にですね。生物学に対する知識、医療を高めていただきたいと思ってますので、楽しみにしております。どうもありがとうございました。 続きましてお話しいただきますのは京都大学 IPS 細胞研究所所長教授の山中伸也先生です。え皆さんこんにちは。ただいまご紹介賜りました京都大学の山中です。えー、どうぞよろしくお願いいたします。で今日はあの私を医学の道に導いてくれたあの恩人の話から始めたいと思います。えー、その恩人がこの男性でありまして。 なかなか男前だと思うんですが、えー、どなたか分かりますでしょうか教科書でで見覚えありますでしょうかもしあの見覚えがあったらびっくりするんですけれどもなぜならこれは僕の父親でありまして <laughs> 教科書には載っていませんでこの父親の詩が非常にあの医者になったばかりの私にとって大きなこう おま衝撃でありまして無力感と言いますか、せっかくこう臨床医になったのに父親さえ救うことができなかったということで、でそれ以外にもたくさんの患者さんの主治医になりましたが、あまあどうしようもできない重い病気の患者さんをたくさん見ました。私の先ほど偶然見つけたナットワンという性質を調べて遺伝子を調べていくと、やはりですねこのナットワン遺伝子が エ細胞からいろんな細胞に変わっていくところに非常に大切だということが偶然わかりましただからアメリカに行った時はこんんな研究を自分がするとは夢にも思っていませんでしたあの動脈硬化の研究をしに行ったつもりなんですがそれががんができるという、まあ、偶然というかあ、えー、予想外の結果から自分の研究が偶然こうどんどん方向が変わって。 がん、えー、の研究をしているつもりが気がついたらあの ES 細胞に大切な遺伝子を見つけたということで、えー、まあ、偶然に導かれて ES 細胞の研究をするようになりました確かに最初はですね何とかして患者さんを治したいと父親のような患者さんを治したいという必要に駆られて僕は研究者になりましたですからあそういう必要性がなかったら iPS 細胞という 発明にはいたらなかったたたたんんででですがだだそれだけはは絶対 i 細胞にはたどり着きませんでしたなぜ私が iPS 細胞にたどり着けたかというと最初にお話ししたような予想外の結果といいますかあの偶然出会った自分でもそんなことに出会うとは思っていなかった結果に出会ったことが iPS 細胞につながりましたからあの必要は発明の母であるとすれば偶然は発明の父と。 ということで、この両方が揃って初めて発明はできると。お、特にこの偶然を大切にするということがすごく大切だと思います。え、それでは、これよりパネルディスカッションを開催いたします。登壇者の皆さんをご紹介いたします。お一人目は、本シンポジウムの開催趣旨にご賛同いただきました。アマゾンジャパン、社長、ジャスパーちゃんさんです。 皆さん、こんにちは。アマゾンジャパンのジャスパーチャンです。今回、このような素晴らしい取り組みを支援させていただき、ありがとうございます。アマゾンでは、毎日が始まりの日、デイワンという姿勢を大切にしています。志を高く持ち、目的を見失うことはなく、謙虚に学びつける。 デイワンはアマゾン共通の合言葉です。皆さんも、何のための研究か、誰のためのイノベーションかについて、考えつけ、なんびつけてください。そのことがイノベーションを生み続ける原動力になると信じてます。それでは続きまして、国際科学オリンピックのメダリストのお二人をご紹介いたします。 メダリストお一人目は第16回国際生物学オリンピック銅メダリスト東京大学大学学院女教の岩間亮さんです。続きまして第51回国際科学オリンピック金メダリストの末松真弘さんです。 ここからの進行は池上彰さんにお願いいたします。それでは池上さんよろしくお願いいたします。はい、えー、皆さんお暑い中お集まりいただきましてありがとうございました。今日はですね、そもそもまあ、えー、平成が終わって令和の時代、これからの日本の科学技術はどうあるべきかということを、えー、皆さんと話をしていこうと思うんですが。えー、平成元年の頃はですね、僕たち 医師であるとか医学研究者がほぼ全員思っていたのは、まあ、30年もすればがんは広告できてるだろうともう絶対思っていましたというかもっと前からもっと前からがんは広告できると思っていたんですがところが30年たった今も全然広告できていなくてあの3人に1人はがんでなくなるという時代が続いています。えと私から見ると,、えー、と日本の開発者は えっとまだまだ高ナチックな,てなえっ、ー、と世界中のリードする立場はまだなってないじゃないかというふうに考えています。今の生物学っていうと本当に物理学だったり情報学だったりもいろんな学問がが合わさらないと多分。 解けないいい問題って多分いっぱいあってて、多分ぱあそういう本当に幅広い視野っていうのを持たないといけないのかなとそういう意味ではその例えば高校日本の今の理科の教育ってまあなんとなく科目で分断されちゃうところあるんですけれどもそれをしっかりとなんかマージできるようなことができてきたらまた変わってくるのかなって思ったりはしますあの。国際大会にに出出場場すするるっってて、いうことだけでなくてその出場するにあたって そのまず国内大会に挑んでそこから代表に選ばれてからも、えー、すごい長い時間勉強をしてこれたっていうことに対してもすごい普段の高校生活では得られないものがあったと思いますし、うん、向こうで行ってもすごその外国人の選手といろいろ交流できたりしてとても素晴らしい機会だったと思います。うん、今世のの中ですと来年の 東京オリンピック・パラリンピックのニュースばっかりなんですけどそうじゃないと本当の科学の世界でのオリンピック学問の世界で戦うオリンピックも来年から始まっていくんだよというそこにやっぱり注目していただきたいと思うんでですすすねね今改めて科科学学るととといいううううここが大事だ思ん研究科学をですね。 好き何か,、ね、かこうめ命じられたからじゃなくて自分が好きだからやるんだよと言ってやっていくそしてそういう中で人と違ったっていいじゃないかとやっていくことが結果的にですねこう、まあ、自分があの楽しむだけじゃなく世のため人のためになる日本のためになるで世界のためになる可能性があるっていうのがこの科学あるいは科学技術の,あの楽しさなんだろうと思うんですね。えー、で中ににはあの思いいいももよ,よらなな悪こことになることるるあり得る ですけど、そこはやっぱり倫理というのが大切になってくるんですけど、好きなことをずっとやってたら結果的に世のため人のためになった、これほど素晴らしいことはないんだろうなと思うんですね。えー、ぜひ、えー、皆さん方も、えー、あのそれについてほしいし、あるいはそういう人たちを育てていただければと思います。時間になりました。ありがとうございました。マデ、はい、リスさん、皆さん、池上さん、ありがとうございました。